歌のプリンス様リピート最後トキはそうだったね。皆様こんにちは、ボチャブです。今日で歌のプリンス様リピート最終回です。よろしくお願いします。今日はアフターエピソードの見てこうちゃんと右からこれはね、セシルさんの大恋愛アイルード恋愛エンド2つの国のシンフォニア2つの国のシンフォニア懐かしい、しょうちゃん思い出すね。ここ卒業オーディションの後アグナパレスへ渡っていた私たちですが、この度短期間ながら日本へ帰ってくることができました。おめでとう。アグナパレスでの生活にも慣れ、ずっとこの国で暮らすのかななんて思い始めていた頃、学園長先生が手紙をくれたんです。その手紙には日本で出しているセシルさんの CD の売れ行きがとてもいいこと、アグナパレスに関心が高まっていること、そしてソングステーションからセシルさんへの出演依頼が来ていることが書かれていました。アグナパレス内で曲を制作し CD を出しているとはいえ、まさかあのソングステーションから依頼が来るなんて、驚きと喜びで胸がいっぱいだった。でも私やセシルさんはアグナパレスでの仕事があったから国を離れるわけにはいかなかった。本当はものすごくソングステーションに出てほしかったし、生放送で歌ってほしかった。セシルさんも同じ気持ちだったらしく、私たちは悩んでいた。そんな時手を差し伸べてくれたのはセシルさんのご両親だった。国王様たちは国の人たちに事情を話してくれて、特別に許可をくれたのです。次期国王であるセシルさんが国外でアイドルとして活動する、それは前例のないことで反対する人の方が多かった。でも若い2人の可能性を信じたい、この国の在り方を少しずつでも変えていきたいと必死に説得してくれて、私たちは今ここにいます。本当に国王様たちには感謝してもし尽くせないです。久々の日本帰ってきたんだ。窓の外、遠くに広がる日本の景色、そして看板の日本語、そのすべてが懐かしいもうそこまで言ってるやな。もしかしたら二度と帰ってこられないのではないかって思っていたし、その覚悟もできていた。それがまさかこんなに早く帰ってこられるなんて。とてもいい笑顔をしている。日本は嬉しい。やはり故郷はいいものですね。セシルさんが私の顔を見つめ、にこやかな笑みを浮かべる。はい、久々の日本とっても嬉しいです。思い切り言い切ってしまったからハッとした。あ、でも決してアグナパレスより日本がいいとかそういうことでは。私は手を振りながら弁解した。するとセシルさんは優しい笑みを浮かべ、ええ、分かっています。あなたは私の国をとても愛してくれました。感謝しています。ここはあなたの祖国、嬉しくて当たり前。ありがとうございます。久々の日本はやっぱり嬉しい。家族や友達にも会いたいし、行きたいところはいっぱいある。でもどうしてだろう、こうして日本に来ると逆にアグナパレスのみんなのことが気になってしまう。みんな今頃どうしているのかな。オトヤたちなら今はドラマのロケに行っていると手紙に書いてありました。会いたかったけれど残念です。でも元気そうでした。あ、はい、私もメールもらいました。早乙女学園のみんなにも会いたかったですね。早乙女学園の時一緒だったみんなとは今もメールでやり取りしているんです。本当は会ってゆっくり話したかったけど、みんなそれぞれお仕事が忙しかったので今回は断念しました。あ、でも今考えていたのはアグナパレスのみんなのことなんです。ちょうどお祈りの時間だから。卒業オーディションの時、信じられないことに私の中にミューズが降りてきた。アグナパレスにとってミューズはとても神聖なもの。私は神様の声を聞ける特別な人ということで、アグナパレスで巫女さんのようなことをすることになったので、最初は戸惑うばかりだったけれど、みんなが喜んでくれるので私は精一杯頑張った。そうしているうちに私にとってもアグナパレスは前よりももっと大切な存在に、第二の故郷になっていたんです。言葉も習慣も何もかも違う国で、初めの頃は不安でいっぱいだった。でもアグナパレスの人は優しくて、不慣れな私を温かく見守ってくれたんです。あの日もそうだった。あれはそう、確か参拝初日のこと。ああ、もうすぐ始まっちゃう。卒業オーディションの後、アグナパレスの人にお願いされ神殿へやってきました。今日は朝からお風呂に入って体を清め、伝統的な衣装に袖を通し、参拝方法についてセシルさんから説明を受けました。そしてこれからその参拝が始まるらしいのです。私はみんなからありがたやと拝まれるみたいなのですが、どうすればいいのやら。そういえば子供の頃見に行ったお祭りで、これ出汁って言えて、出汁の上で踊っている綺麗な巫女さんがいて、ああ素敵だなって思ったことはあったけど、
まさか自分がそういう立場になろうとは。みんなから注目されてみんなに拝まれる。考えただけでクラクラします。ああダメです、やると決めたからにはしっかりしなくちゃ。そう、奈良の大仏様のようにこうドーンと構えて、神殿の入り口で風を浴びながらオロオロしているとセシルさんがそばに来てくれました。心配ですか？さっきから表情がくるくる変わっています。大丈夫、あなたの微笑みはみんなを癒す。それに私もそばにいる。ごめんほんまにごめん、間違えたボタン肩に手を置き優しく微笑む。ありがとうございます。セシルさんに微笑んでもらっただけでスーッと心が軽くなった。あそうか、笑えばいいんだ。こんな風に穏やかに微笑めばいい。ありがとうございます、セシルさん、なんとかできそうな気がします。精一杯頑張りますね。そう言って両手をぐっと握り気合を入れてみせると、セシルさんがにっこり微笑んだ。スータセシル、スミュゼル。まだ参拝時間前だったけど、子供たちが私たちを見つけ駆け寄ってきてくれた。まだこちらの言葉になれなくて、何を言われているのかわからない分返答に困ってしまう。ミュゼルはミューズの元にいる乙女、スーやスータは継承です。皆あなたに敬意を示してミュゼル様と呼んでいるのですよ。じゃあこの子たちは私たちのことを呼んでいたんですね。あと子供たちは私たちの前へやってきて、ちょこんとお辞儀をすると綺麗なお花を差し出してくれた。わあ綺麗。スーミュゼル、プリーテ、プリーテ。どうぞ受け取ってくださいと言っているのです。もらってあげてください。私が困っているとすぐにセシルさんが通訳してくれた。これからはちゃんと言葉を勉強しなくちゃ。いつまでも頼ってばかりじゃダメですよね。よく見るすごいなここよく見ると子供たちの手足は泥だらけで、さっきも息を切らして走ってきてくれた。アグナパレスは砂漠の国で、お花はオアシスか町の中のごくわずかな場所にほんの少し生えているだけみたいだから、きっと探すの大変だっただろうな。ありがとう、すごく嬉しいです。私はお花を受け取りお礼を言った。ありがとう。私の言葉に男の子がキョトンと首をかしげる。そうか、ありがとうじゃわからないですよね。こんな時はなんて言えばいいんだろう。メーストと言ってあげてください。この国でありがとうという時に言います。戸惑う私にセシルさんがこっそり耳元で囁いてくれました。私は花束をぎゅっと抱えるとしっかりと子供の目を見ていった。メーストメースト、発音大丈夫かな、ちゃんと伝わっているといいんだけど。スミュゼル、スミュゼ。私がお礼を言うと子供たちは大喜びで私にぎゅっと抱きついた。メースト、お花すごく嬉しかったです。大切にしますね。まだありがとうしかわからないから、あとは日本語で自分の気持ちを伝えながら私は子供たちの頭を撫でた。セシルさんが私の言葉をこちらの言葉に訳して子供たちに伝えると、子供たちはすごく喜んでくれた。私も何かお礼がしたいです。私にできること何かないですか？では、ピアノを。あなたがいつでも弾けるよう、神殿の隅に置いておきました。真ん中に置きなさい。あの曲を奏でてもらってもいいですか？はい、そして私は卒業オーディションの時の曲を奏でセシルさんが朗々と歌ってくれた。すると子供たちが顔を見合わせセシルさんの声に合わせて歌い始めた。素敵、みんなが歌ってくれている。言葉は通じないけど心がつながった気がした。私も伴奏しながら歌い、セシルさんも子供たちも笑顔で歌い続ける。そしてみんなで歌っているとだんだん人が集まり始めて、最後にはものすごい数になっていた。演奏を終えると聴いていた人たちがみんな大きな拍手を送ってくれる。メースト。私が照れながら頭を下げるとさっきよりも大きな拍手と歓声が上がる。アンコールと、もう一度演奏してほしいとみんなそう言っています。でももう参拝の時間なんじゃいいんでしょうか。儀式は人と神とをつなぐもの。私たちが祀るのはミューズ、音楽の神。形式よりも音楽の方が神も民も喜ぶ。さあ奏でましょう愛を。いいねそれは。ふと顔を上げるとみんなが期待に満ちた目で私たちを見ていた。はい、言葉は全然わからない、容姿も違うし文化だって全然違う。でも音楽を愛する気持ちは同じ。それだけですごく勇気が湧いてくる。私は神様みたいなものとしてここに呼ばれたけど、今は多分そういうこと関係なしに純粋に私の奏でる曲をセシルさんの歌を楽しんでくれている。それがすごく嬉しかった。メイスト、ありがとうございます。そろそろ祭壇に行きますね。ひとしきり歌い終えると私は頭を下げ祭壇へ向かい歩き出した。
ずっと歌っていたかったけど、やっぱり儀式は儀式だからちゃんとやらないと。合に行っては合に従えという言葉もありますし、昔ながらの儀礼などには敬意を払わなければ、なんてことを思いながら歩き出した途端、皆さんがさーっと左右に避けて道を作り頭を下げてくれました。これはどうやら逆に敬意を払っていただいているみたいです。やっぱり神様の声を聞くものだからでしょうか。皆さんの期待に応えるためにも、ここはビシッと威厳のある感じにしなくては。でないと神様にも皆様にも申し訳ないです。祭壇の前まで行って一番上まで登り、くるっと向き直って皆さんに笑顔で手を振る。ただそれだけのことだけど、かっこ悪く歩くわけにはいきません。ここはモデルさんみたいにビシッと背筋を伸ばして思いっきり転んでしまいました。その途端どっと神殿内が湧く。ああ笑われてしまいました。大丈夫ですか。チェシルさんがすぐさま助けを起こしてくれる。ごめんなさい、失敗しちゃいました。今度こそ頑張ります。もう二度と失敗はできない。今度こそ。そう思えば思うほど体はガチガチに緊張していく。スミュゼル、チアテ、チアテ。さっきお花をくれた子たちがぐっと両手を握りしめ、一生懸命声をかけてくれた。チアテ、スミュゼル、チアテ。あ、もしかして応援してくれてる。見回すと神殿のあちこちからチアテチアテという声が聞こえ始めた。セシルさんが私を見てうなずく。チアーテというのは頑張れ、大丈夫だから、続けてという意味です。みんながあなたを励ましてくれています。ありがとうございます、頑張ります。私は転ばないように注意しながら階段を上り、一番上まで行くと満面の笑みで手を振った。その瞬間みんなが盛大な拍手で迎えてくれた。すごい、こんなの町内会のマラソン大会で一番最後にゴールした時以来です。あの時はあまりに足が遅くて、いっそリタイアした方がご迷惑にならないんじゃと何度も思い、その都度町内会の皆さんに励まされて、そして最後まで走り抜いた私をみんなが笑顔で迎えてくれた。言葉はわからないけれど、みんなの笑顔を見ていたら、ああ受け入れてくれたんだと嬉しくなりました。そして初日の参拝はなんとか無事に終えることができました。参拝が終わり、誰もいなくなった神殿に私たちは二人きりで佇んでいた。とても良い儀式でした。民の心も一つになり、ミューズもきっと喜んでいたと思います。私もとても嬉しい。セシルさんが私をそっと抱きしめてくれた。こうして腕の中にいるとすごくホッとする。その転んじゃったりとか緊張しちゃっていてうまくできなくてごめんなさい。神様に申し訳なくて私は頭を下げた。本当に皆さんの優しさや、それからセシルさんに支えられて、なんとか無事に終えることができました。ありがとうございます。の、うまくやるだけが全てではありません。ミューズの化身があなたでとても嬉しいと、皆も私もそう思っています。皆が応援してくれたのは、あなたがミューズの化身だからではありません。皆があなたの人柄に、そして音楽に惹かれたからなのです。ずっと腕を離し私を見つめる。人柄と音楽。イエス、ミューズがあなたに降りたのは、あなたの心が良き音楽で満たされているから。そして民もそのことに気づいた。気負うことはありません。あなたはあなたとして今まで通り良き音楽を作ってください。はい、音楽は人と人とをつなぐなら、私はそれを作っていくだけ。日本にいた時と何も変わらない、同じ気持ちで作曲を続ければいいんですね。あ、でもそれはそれとして、ドジなところは直すようにしますね。いつまでもセシルさんにご迷惑はかけられませんし、あ、言葉も覚えないと。日本にいた頃と逆ですね、マイプリンセス。いろんなことを知らなかった私に、あなたはずっと優しかった。肩を抱き寄せ、優しい声で言う。あの時、私はあなたにとって負担でしたか。負担じゃなかったと思うな。いえ、そんなことないです。だって私、セシルさんと一緒にいられるのが嬉しくて。だから自分にできることがあるなら全部やりたかった、ただそれだけなんです。私も同じです。むしろもっとたくさん私に頼ってほしい。あなたの役に立ちたいのです。好きな人の笑顔が見られるのは私の幸せ。好きな人の悲しみを減らせれば、それも幸せ。私はあなたと共にあることが幸せ。
一緒に幸せになりましょう。そのためにあなたをアグナパレスに連れてきました。ティテオーメ。ティテオーメ、それはアグナパレス語で、あなた、主はあなたを愛していますを意味する言葉。私もあなたを愛しています、セシューさん。ティテオーメ。ああ、本当に懐かしい。だいぶ長かったな。あれから少しずつ言葉を覚えていって、アグナパレスの人たちとも仲良くなったんですよね。神殿で手を振る以外にも何かしたくて、私とセシルさんは昼間神殿で子供たちを預かることにした。幼稚園か保育園みたいに一緒に遊んだり歌ったりする、ただそれだけなんだけど、アグナパレスには幼稚園などはなかったみたいで、少しはお役に立てたみたいです。アグナパレスの人たち本当に優しいですよね。今日採れた野菜なんです、よかったらどうぞなんていただいてしまうこともよくあったし、神様へのお供え物に近い感じなのかもしれないけど、なんだか申し訳なくて、いただいたお野菜もお肉もとっても美味しかったです。その他にも私が不慣れだからといろいろ手助けしてもらったんです。皆があなたを思うのは、あなたがミューズの化身だからではない、あなたがあなただから、皆があなたを慕ってます。そう言ってセシルさんは後ろから髪にそっと唇を当ててキスしてくれました。私だから、その言葉に胸にジーンと響いた。だとしたらすごく嬉しい。私も一個人としてアグナパレスが大好きです。ティアテレモーメ、私もみんなが大好きです。私はアグナパレスの言葉でそう言った。まだうまく話せないけれど、心を込めてゆっくり話せばみんな分かってくれる。少しずつだけど、そうしてみんなともお話できるようになったんです。私は日本ももちろん大好きですけど、今はアグナパレスも第二の故郷だって思っています。最初は日本を離れて寂しかったはずなのに、今は心からそう思えることがとても嬉しい。アグナパレスも私の故郷、そう思えるようになったのはセシルさんがずっとそばにいてくれたから。失敗するたびにそっとフォローをしてくれて励ましてくれた。慣習も作法もわからない私がどんなにミスをしても、パートナーであることを私にも周りにも説き続けてくれた。そして今はたくさんの人の笑顔に囲まれ、私も楽しく過ごせるようになった大好きな国アグナパレス。私にとっての第二の故郷は日本ですけれど、私は早乙女学園の外を知らない。もっとたくさん日本を知りたいです。もっと日本をか。あ、じゃあ今日泊まる予定の旅館はちょうどいいと思いますよ。こっちに来るとき、ヒューガ先生に相談したら、久々に日本に来るなら畳の部屋の方がいいだろうって手配してくれたんです。お料理もお部屋で食べられるんですよ。和食久々なので楽しみです。畳の部屋、和食、それはとても楽しみです。さあ早く行きましょう。セシルさんが私の手を取り、嬉しそうに歩き出した。本当だ。こんな、これ初めて見たね。こんな新しい背景ってめっちゃテンション上がるな。私たちが泊まったのは純和風の旅館でした。都心からは少しはだけ離れているけれど、各部屋に露天風呂はついているし、お部屋から海が見えるんです。旅館のお部屋に案内されるなり、セシルさんは大喜びであちこち見て回っていた。ファンタスティックです。部屋の外にお風呂、これが露天風呂ですね。まるで海にまでつながっているようです。セシルさんはお湯をパシャパシャと跳ね上げ、キラキラ光る水滴を見上げてははしゃいでいた。王子様の時の凛とした感じとはまた違って、とってものびのびと解放された笑顔を見るとこっちまで嬉しくなってしまう。あ、セシルさん、くつろぐなら浴衣がここにありますけど着替えますか。帯、浴衣、あ、私わかります。有名なあれをするアイテムですね。もしかして帯がくるくるとほどけるあれでしょうか。時代劇か何かで見たのかな。ぜひやってみたいです。あれはどうすればよいのですか。作法を教えてください。セシルさんがとっても生き生きとして目を輝かせながら言う。日本では着物を着た女性と同じ部屋に入ったらあれをするのが礼儀だと蓮に聞きました。そしてそれはとても楽しいと。ジングジレン。なるほど。なんだかジングジさんが面白がって教えてる光景が目に浮かびます。時代劇などではよくある状況ですし、確かに悪代官さんは楽しそうにくるくる回していますが、それは時代劇などでたまに見かけるもので、それに旅館の浴衣だと帯が短くて多分アーレーにはならないかと。ああ、そうなんですか。
残念です。浴衣を眺めながらとても残念そうにつぶやく。あのでも着物なら、着物ならきっとできますから、また日本に来た時にでも。イエス、とても楽しみです。その時までに詳しいやり方を聞いておきます。聞くとやっぱり神宮寺さんにかな。神宮寺さんどんなことを教えるんだろう、ちょっと心配です。それから美味しい料理に舌鼓を打ち、あったかい温泉に入って明日に備えるため早めに休むことにしました。おやすみなさい、聖子さん。明日のソングステーション頑張りましょうね。いよいよ明日は生放送のソングステーションです。少し早めにスタジオに入って皆さんに挨拶しなくちゃ。おはようございます。おはようございます。私たちは先輩たちに失礼のないよう少し早めにスタジオ入りし、スタッフの皆さんに挨拶した。ああ、おはよう。君が噂のアグナパレスの王子様か。今日はよろしくな。イエス、心を込めて愛ある限り歌います。ぐっと拳を作りながら歌う。歌う。セシルさん、その動きは演歌っぽいです。誰に教わったんでしょう。お、気合十分だね。じゃあ本番もその調子で頼むよ。ポンとセシルさんの肩を叩き、ディレクターさんが去っていったその時。おー、どミスター IG マーウェルカム。ドドドドッと砂煙を上げながら、学園長先生じゃなかったシャイニング事務所の社長が両手を広げながらものすごい勢いで走ってきた。社長危険を察したのか、セシルさんは両手を広げて抱きつこうとする社長をスルリとかわした。むむ、相変わらず釣れない態度です。ベッタ、それもまたよし。よしごめん、シャイニング早乙女がセシルさんに優しいのってすごいよな。豪快に笑いながらセシルさんの背中をバンバン叩く。私は魚ではない、釣れなくて当たり前。それに早乙女は暑苦しい。迷惑そうに眉を潜め、じとっとした目を社長に向ける。ああダメですよセシルさん、社長にそんなこと言っちゃ、あのごめんなさい。私はペコリと頭を下げた。ミーはビッグな男だからして、全然気にしてナッシング。それよりユー。はい。私はピシッと背筋を伸ばした。頑張っているようで何よりです。その調子で向こうでも曲を作り続けてくださいな。はい。私が大きな声で返事をすると、社長はふっと優しい笑みを浮かべた。今日の本番、いや楽しみ楽しみ。あ、ごめん、楽しそうに笑い私たちに背を向け去っていった。もうすぐですね。これから段取りを打ち合わせして、軽くリハーサルをして、そして本番、あの舞台で歌う。たくさんのスポットライトがキラキラとステージを照らしている。スタッフさんたちが慌ただしく動き、立ち位置を確認したり、カメラの調整をしたりしている。皆さんが真剣にやり取りをしていらっしゃる様子を見て、私が歌うわけじゃないんだけど、だんだん緊張してきてしまう。たくさんの人の力で用意された舞台の上で、多くのファンの期待を背負ってアイドルは歌う。改めてすごい職業だなと思ってしまう。チェシルさんを見上げると、とても真剣な顔でこれから自分が行く場所を見つめていた。チェシルさん、もしかして緊張していますか？No。むしろ早く歌いたくてうずうずしています。みんな音楽に真剣、良き音楽をたくさんの人に届けようとしている。それが嬉しい。私も早くセシルさんの歌聞きたいです。私がそう言うと、セシルさんがにっこり微笑んでくれた。どうかセシルさんの歌が日本のファンの人たちに一番いい形で届きますように。相島さん、スタンバイ。相島さん、ごめん、スタンバイお願いいたします。ごめん、スタッフなりきっちゃった、ごめん。イエス、行ってきます。マイプリンセス、愛を歌いに。満面の笑みでいい、ステージの眩しい光に向かって走り出した。リハーサルを終え、そして本番、チェシルさんは司会者の質問にも華麗に答えていた。何も話さなくても王族としての気品を放ち、出演者の中でもひときわ目立っていた。こういうのをカリスマ性っていうんでしょうか。アグナパレスでも光り輝いていたし、どこにいても目立っていたけど、それはその国の王子様だからだと思っていました。でもどんな場所でもあの威厳は変わらないんですね。それでは歌っていただきましょう。
相島セシル、デスティニーソング。イントロが流れ出すと、セシルさんがマイクを握ったままパッと顔を上げた。その瞬間、スタジオの空気が変わる。テレビカメラの前の人たちに祝福を、そう言っているかのような微笑みを浮かべ、伸びやかな声で歌う。その声と存在感に魅了され、みんながセシルさんに釘付けになっていた。ほう、一瞬でこの場の全員の心を捉えちまった。誰？なるほどね。これは CD も売れるわ。早乙女さんの言う通り、スターの器だよ。ミーの言うことに間違いはナッシング。スタジオの隅で社長とプロデューサーさんがセシルさんのことを話していた。プロデューサーさんにスターの器って言われるなんて、セシルさんすごいです。セシルさんが歌い終わり、頭を下げて席に戻ると、周囲からほうとため息が聞こえていた。あいつの音楽的センスは天性のものだな。歌声は自然と心に染みてくる。あら、生まれ持ってのものだろう。ええ、本当にそう思います。プロデューサーさんと話を終えた社長が私の隣にやってきて、一緒にセシルさんを見つめた。向こうの暮らしはどうだ？不自由はしてないかい？セシルさんを目で追いながら、社長がとても優しい声で私に問いかける。はい、皆さんよくしてくれますし、セシルさんもいつもそばにいてくれるので、毎日楽しく暮らしています。最近では言葉も少しわかるようになりましたし、それにセシルさんのお母さんが日本の方なので、お城の人も少しなら日本語がわかるみたいで、すごく助かっています。私は夢中になって向こうでのことを社長に話した。あ、セシルさんのお母さんといえば、どうやら趣味で作曲をされていたようで、いっぱいアドバイスをいただいたんです。音楽のことすごく詳しいし、もしかしたら日本にいた時は音楽関係の仕事についていたのかもしれないとおっしゃっていました。そこまで話してはっと気がついた。あ、というのも実はセシルさんのお母さんは事故で記憶をなくしていらっしゃるそうで、今はご自分の名前くらいしか覚えてらっしゃらないみたいなんですけど、でも本当に音楽に詳しくて、音の運びが大胆で、サビも心にグッとくるものが多くて、本当に素敵な曲を作るんです。嬉しそうだな。私の話を社長も楽しそうに聞いてくれる。はい、とっても。毎日曲を作っては互いに意見を言い合ったりしています。セシルさんのお母さん、とっても優しくて穏やかだけど、音楽に関してはすごく厳しいんです。そうか、音楽を愛し曲を作り続けていく。いや、それはとても喜ばしいことだな。口元に優しい笑みをこぼし、社長が遠くを見つめた。ありがとうございます。これからも頑張ります。わあ、期待しているぞ。何かあったら遠慮なく頼れ。お前たちはうちの人間なんだからな。はい、ありがとうございます。頑張ってください。私がお礼を言うと、社長はまたいつもの口調に戻り、片手を挙げて去っていった。その後、私たちは学園の裏庭へやってきました。ああ、懐かしいです。私はここであなたに救われた。あの日のことを私は決して忘れない。入学式の日、私はここで雨に濡れて震えていた子猫を拾った。それがクップル。そしてクップルこそセシルさんが猫になった姿だった。あの時は夢中で、でもまさかクップルがセシルさんだったなんて、本当にびっくりしました。思えば私たちはここから始まったんですね。セシルさんはまだクップルだった頃から私の心をたくさん救ってくれていた。そうか、あの頃から私、セシルさんのことを大好きだったんですね。イエス、ここは思い出の場所。けれど、できるならあなたとは猫ではなく人として出会いたかった。私を切なげな瞳で見つめる。あなたが悲しそうな顔をしている時、私はただ寄り添うことしかできなかった。何も言えない。抱きしめることもできない。あなたが嬉しい時も、私は喉を鳴らすことしかできなかった。言葉をかけ、喜びを分かち合いたかった。ぐっと拳を固く握りしめる。そんなことない、そんなことないです。私はその拳にそっと自分の手のひらを重ねた。クップルがいてくれたから頑張れた。言葉が通じなくても一緒に怒ったり泣いたり笑ったりしてくれた。むしろ救われたのは私の方なんです。ありがとう。そう言っていただけると心が軽くなります。
ふっと微笑み握っていた拳を開く。けれど私はここからもう一度あなたと出会いたい。マイプリンセス、私と共に音楽を紡いでいただけませんか。セシルさんが私に手を差し伸べた。はい。私がその手を取るとセシルさんが私をそっと抱きしめてくれた。始めましょう。ここから私たちの愛のミュージックを。はい。セシルさんの鼓動、そして体温が伝わってくる。私はそのぬくもりをもっとしっかり感じたくて目を閉じた。セシルさんの吐息が頬にかかり、そして強く強く重ねられる唇、強く強く重ねられる思い、もっと強くなりたい。二人で一緒に同じようにそう思っているのが分かった。変態エアラインちょっと待って、分かった。お互いの手を離さないとダメだけど、二人の手を合わせてもっと国合わせがいや、周りの人たちを幸せにしていけるように。みんなで幸せになりましょう。それを私たちから始めるのです。私の運命の恋人。キスを終えたセシルさんがまるで誓いの言葉のようにおこそかに宣言した。なんか早乙女さんのことを考えさせられる感じだったな。歌のプリンス様、お、しおちゃん、リピート。待って、みんな、ちょっと待ってね。歌のプリンス様、リピート。うん、出た。全部で90本ぐらいになるんかな、動画。ゲームやっての感想は自分の話になってしまうんやけど、なんかね、歌プリやってる時はめっちゃピアノの練習とかしたなって思う、今思い返せば。なんか練習しようって思って、そこそこ弾いたんじゃないかな。普段よりもピアノ弾く時間が増えた気がするな。恋愛もそうやねんけど、音楽の素晴らしさっていうか、音楽で人とつながることの喜びみたいな、それを学ばせてもらったね。では最後、野暮なんですが、ランキングしよっかなって思う。上位 3名までね、下まで行くとあれなんで。で、部門3つに分けようかな。キャラクター部門、歌部門、ストーリーの大恋愛の内容部門ね。で、キャラクター一番最後にしようかな。ストーリー部門、そうやな、3位翔ちゃんかな。2位時矢さんかな。で、1位肘川さんかな。自分はやっぱりピエノひいきなところで、ストーリーは聖川様になっちゃうんかな。いや、なんか細かいこと覚えてない部分もあってさ、なかなか難しいんけど、全員やったし。トキヤさんのルートはその面白いっていう部分で2位な。なんか良かったとかではなくて、いや良かったんやけど、良かった、いや良くはなかったやろ。なんていうの、態度。で、曲はな、いや、曲むずいな、曲な。あ、でも、セシルさんの曲だいぶ好きやったな。いや、曲はな、3位セシルさん、2位トキヤさんの歌、1位ひじり川様の曲からやっぱり。あの曲めっちゃ好きやな、僕。キャラクター部門でいきましょうか、最後に。キャラクターは、まあまあでも、もうね、翔ちゃんと時矢さんと、まさとの3強なんよ、僕は。正直で。ここの3強が、3強やねん。で、いや、時矢さんのはな、好きとか言うんじゃないのよな。面白いなーっていう感じの。時矢さん3位かな。まさとさん、だいぶ好きやねんけど、僕ね、マサトさんが1位になると思ってた。で、翔ちゃんが2位かなってずっと思ってたんやけど、セシルさんのルートのさ、一緒に戦えなくてごめんなって言ってきた、あの翔ちゃんってもう、グイーンってさ、ちょっと好感度が上がってしまったね。翔ちゃんのことをも
ともとその見た目でね好きっていう部分はあったけど、その、うん、大恋愛のさ下りと話、あのその子供の話とかさ、あの空港のなあの話とかでちょっとあれなんかキャラクターは好きだったけど、なんかどうやらどうだったんやろうんうんみたいな気持ちがあったんやけど、最後あのセシルさんのルートでの一言で翔ちゃん1位かなでマサトが2位かな。いやなんか申し訳ないな、こんな順番なんか決めちゃって本当に申し訳ないな。さすなんか自分ごときかって感じやねんけど、うん、楽しかったな。みんなアゴゴの味方になったりアゴゴの敵になったりアゴゴって自分に持ってないものを持ってるなって思う、だからすごいなって思う。自分の考えと違うなって思うし、なかなかね。でも午後はさ友達おらんかったって言うやん、友達これまでおらんかったって言ってさ、でも早乙女学園入ってさ音楽を通じてさいっぱい友達できてさ、でもそれってさ午後は一人の時間でピアノの練習してなんつうか音で音楽で会話してっていうか、音楽でその作曲家の気持ちを感じ取ったりとか、なんか多分そういうことがあったよな。そういう部分でさなんか心が成長するっていうか、そういった部分があって学校に入ってからしかも音楽が好きな仲間たちに出会ってこう友達ができていったんじゃないかなって思うよな。だから何が言いたいかっていうと、今自分の置かれてる場でなんか周りの環境空気とか自分に合ってないなって思った時に、自分が悪いって思うんじゃなくて周りが悪いって思ってほしい最悪あでほんまに合わん時は合わんからみたいな、自分が間違ってると思わないでほしいっていう、そういう気持ちになれた。なんかあんまり良くなかったな最後の僕の言葉あ全ルート見た人おるんかな、全ルートした見た人おった時のために症状を書くわ。皆さんはいどうぞあなたはポッチャムの歌のプリンス様リピート実況を全ルート見ましたことをここに主張します。マジですごいですねじゃあ終わろっかな。みんな最後もしもよかったらコメントちょうだいね。一番好きなルートとか、みんながさ一番僕の実況で好きだったルートとか、一番好きな回とかあったら教えてほしいな励みになります。では皆さんさようなら、また会う日まで。